冬休みはアキラくんと二人きりで旅行に行きたいな。うちだとできないでしょ。できないって。もうじらさないでアキラくん。葵さん、そんないきなり。アキラくん、アキラくん、アキラくん。ごめん。何、どうしたの、ぼーっとして。いや、ちょっと妄想が暴走して。え、じゃなくて、立派なところだなって見とれてた。俺の名前は赤森明、高校2年生でしょ。おばあちゃんおすすめの老舗旅館なの。へえ、そうなんだ。今日は彼女と冬休みを利用して一泊旅行に来ている。高校1年のある日、クラスメートのぼっちギャルを拾った。それが彼女、早乙女葵さん。当時、複雑な家庭事情を抱えていた彼女は住む場所をなくし、しばらくの間俺の家で同居生活を送っていた。その後葵さんはおばあちゃんの元へ引き取られていき、離れ離れになってしまったが、夏休み中に再会し交際へと発展した。そう、俺と葵さんは遠距離恋愛中。こうして再会するのは俺の誕生日以来だ。おお、広い。私こういうとこ泊まるの初めて。俺も。お夕飯は本館の方で出るらしいよ。そっか、時間もあるし、ちょっとその辺散歩する。うん。冬なのに緑が濃いな。空気が澄んでて気持ちいいね。リスとか探してみようよ、私見てみたいな。ああ、でも多分リスはこの時期冬眠中かも。私ったらはしゃいじゃって癒されるな。日々の悩みなんて吹っ飛びそうだ。アキラくん、何か悩み事あるの？悩みってほどでもないけど、進路とかさ、春になったら高3でしょ。早いやつとかもう受験する大学決めてるみたいで。アキラくんはどこか進学するの？具体的には決めてないけど、多分東京の大学かな。東京。葵さんは？おばあちゃんに進学していいって言われたんだけど、一応東京の大学も候補に入ってて。本当？近くだったら嬉しいな。うん、私も。帰ったらおばあちゃんに相談してみるね。お食事の準備できておりますのでどうぞ。ありがとうございます。天ぷらうま。お作りも美味しいね。ご飯豪華だったね。うん、めっちゃうまかった。ここ露天風呂も広くて有名らしいの。私早めにお風呂行ってもいい？もちろん。じゃあ今から準備して風呂に。洗面所使わせてもらうね。ああ、うん、どうぞ。おいおい、生々しすぎるだろう。正直旅行の約束をした時からあれのことで頭がいっぱいではあったけど、ここでこの布団で葵さんと俺も風呂の用意しとくか。日和からもらったあのパンツはさすがに見せられないからな。ちゃんと普通の下着持ってきてよかった。アキラへ、忘れ物だよ。普通のは没収。可愛い妹より。ひーよーりー。アキラくん、先にお風呂行ってくるね。葵さんの浴衣姿、綺麗だったな。そうだよな、旅館に泊まるんだから寝るときは浴衣だよな。ということはこの後。アキラくん、私初めてだから優しくしてね。おい兄ちゃん、大丈夫か？妄想しすぎてのぼせた。よし。いやー、すっかり長風呂しちゃって。寝てる。待ちくたびれて寝ちゃったのか。あー、もう俺のバカ。今日ずっとはしゃいでたもんな。無理もないか。
休み、葵さん。お、起きた？おはよう、葵さん。アキラくん？あ、ごめんなさい、私先に寝ちゃって。気にしないで、俺も長風呂で部屋に戻るの遅くなっちゃったから。せっかく二人きりで過ごせる夜だったのに。でもこれが最後ってわけじゃないし、また一緒に。って葵さん、前前。え？浴衣はだけてる。ごめんなさい。 いえ、むしろありがとうございます。帰りの電車まで時間あるし、ゆっくり観光地でも回ろうね。うん、いい旅館だったな。食事も温泉も最高だし、中井さんもいい人で。ああそうだ、少し歩いたところに神社があるらしいけど行ってみる？うん、葵さん？うん、行きたいな。どうしたんだろう、なんだか少し元気がないような。うわ、鳥居でか。あんまり人がいないけど穴場なのかな。葵さん大丈夫？荷物持とうか？え？いや、なんだか疲れてるみたいだから、もし具合悪いなら休憩して。ううん、全然平気。心配してくれてありがとう。あ、次は向こうの商店街でお買い物したいな。後で行ってもいい？うん、よかった、いつもの葵さんだ。初めは気のせいだと思っていた。だけど旅の終わりが近づくにつれ、葵さんの元気がどんどんなくなっていき。次会えるのは春休みかな。そうだね。旅行また行きたいな。うん、予定立てよう。葵さん今日は疲れただろうから、ゆっくり寝て。あ、葵さん？やだ。え？まだ帰りたくない。ずっと会えなくて、やっと会えたのに、もうお別れしなくちゃいけないなんて。もっと一緒にいたい。離れたくないよ。ショックだった。葵さんがここまで苦しんでいることに気づけないなんて。なのに俺は昨日今日と一人で浮かれて。わがまま言ってごめんなさい。ちょっと寂しいなって思っただけなの。離れて暮らしてるんだから仕方ないし、こうしてたまに会えるだけでも幸せだなって思うんだけど、時々不安になっちゃって。今ここでまたすぐに会えるなんて気休めの言葉を言っても、彼女の心の不安を完全に取り除くことはできない。これからもずっと別れ際に悲しい思いをさせてしまうのだろうか。だったら今の俺にできることは一つしかない。葵さん、東京の大学に受かったら一緒に暮らそう。え？受験とか親の説得とか乗り越えなきゃいけないことは山ほどあるけど、俺も葵さんと離れたくない。今度こそずっと一緒にいよう。約束する。嬉しい、ありがとう、アキラくん。その後お互い東京の大学に合格できるよう励まし合い、それぞれ別の方向の電車に乗り込んで別れた。最後葵さん笑ってたな。こうして初めての旅行は笑顔で終わり、俺たちはまた一緒に暮らすことを誓い合った。まったく、彼女と一晩同じ部屋で寝て何もなかったってアキラ何しに行ったの？別にそれ自体目的だったわけじゃないし。強がっちゃって。アキラにその気がなくても葵さんはそのつもりだったと思うけど。ああ、女の子に恥かかせるなんて彼氏の風上にも置けないわね。仕方ないだろ、葵さん先に寝ちゃったんだから。とか言って寝てる間に襲わなかったの？それとももしかしてキスとかしちゃってたり？うん。ああ、その顔はなんかやったな。詳しく聞かせなさい。今回の旅行について日和に根掘り葉掘り追求されてしまったが、葵さんとの約束を果たすため、いつかまた一緒に暮らせるようになるため、気持ちを切り替えて勉強に励もうと思った。
皆さんこんにちは。いよいよ9月15日頃、小説版クラスのぼっちギャルをお持ち帰りして清楚系美人にしてやった話が発売します。皆さんもう予約はしてもらえましたか？今日は発売日直前ということで、動画を見てくれた皆さんに新しい情報を3つご紹介したいと思います。1つ目、アサギヤさんの書き下ろしイラストを使用したリバーシブルカバーです。このリバーシブルカバー仕様は初回限定特典なので、早めの購入をおすすめします。2つ目、こちらも初回限定特典、書き下ろし限定ショートストーリーが読めるイラストしおりを封入。しおりの裏面にある QR コードを読み込んでもらうと、私とアキラくんのここでしか読めないお話を特別に読むことができます。3つ目は、アサギヤさん書き下ろしのおまけ漫画が小説内に掲載されます。本当は小説を買ってくれた方しか読めないんだけど、今日は特別に1ページだけをお見せしようと思います。その他にも対象店舗で購入すると様々な特典がついてきます。小説版は豪華特典が盛りだくさんなので、詳しくは概要欄の URL からチェックしてみてください。最後に改めて、発売日は9月15日頃です。もうすぐなので、ぜひお出かけの際には本屋さんに足を運んで手に取ってもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。